皆さんこんにちは、ローランドです。この度はバンタン各スクールの、皆様、ご卒業おめでとうございます。今回ですね、まあ一応こういう話をしようかなみたいなのはありますけど、まあいかんせこう無観客なんで、皆さんね、教室では会えないんですけど、今度ね会うときは、いやこれリアクションないから辛いんだよな。今回ですね、あいにくコロナの影響で皆様にね直接お会いすることができなくて非常にね残念なんですけども、まあこうなってしまったものはしょうがないので、できるだけね皆様に今後人生生きていく中でみんなのね支えになるような、そんな一言をね伝えられたらいいなと思います。まずはですね、皆さんが夢とかあとは目標ですか、そういったものを語った時に、もし100人中100人にそんなことできるわけないじゃないかと、馬鹿げていると言われたら、皆さんはどうしますか。僕はですね、ホストという仕事を、始めた時に目標を掲げたんですよ。それはどういう目標かというと、ナンバーワンになりたいでもなければ、ね、100万円200万円稼ぎたいでもなくて、ホスト業界の、ね、根底を覆すような、今まで前例のない、ホスト界の帝王になりたいんだと、伝説のホストになりたいと、僕は、そう言いました。その時ね、100人中ね、おそらくもう100、150人ぐらいがそんなことできるわけないじゃないかと、そんな夢は馬鹿げてると僕にそう言ってきました。その時にね、その言葉を聞いて、ああそうだよなと、そんな夢叶うわけないよななんて僕はね、みじんも思わなかったんですよ。その時にどう思ったかというと、いや上等じゃねえかと、もし100人中100人ができないと俺に言ってきたとしたら、その100人全員が間違えていると俺は証明してやると、僕はそう思って仕事を続けてきました。